ジェス・ウェードは、イギリスの物理学者である。インペリアル・カレッジ・ロンドンにおいて、高分子有機発光ダイオードの研究を行っている。また、ステム教育に関連した取り組みでも著名で、特に物理学における女性の地位の確立や、ウィキペディアにおける、ジェンダーバイアスに対する取り組みで有名である。大英帝国メダルの受賞者。両親ともに、医師の娘であったウェードは、 ロンドンの高校を2007年に卒業。その後、チェルシーカレッジオブアーツの芸術、デザインの基礎コースに在籍。2012年には、物理学専攻で、理学修士号をインペリアルカレッジロンドンにて授与される。2016年には引き続き、同校にて、物理学の博士号を取得した。博士論文は、自尊、キム教授の下で、有機半導体における、 ナノメトロロジー技術について研究した。ウェイドは主に材料工学の中でもキラル媒質と円変更の研究を専門とする。2020年現在ウェイドはインペリアルカレッジロンドンの個体物理学グループの導電性高分子材料を用いたエレクトロニクスに関する博士研究員であり、アラスデア・ギャンベル及びマット・フクターとの共同研究を投資。 発光ポリマー白膜の開発と特性評価に焦点を当てている。ウェードは研究のほか活発なアウトリーチで知られており、特に科学、技術、工学、及び数学におけるジェンダーギャップの是正への貢献が知られている。米国国務省主催の専門家の交換研究プログラム。 イブループで女性研究者のエンパワーアメントキャンペーンにて英国代表を務めた。またワイズキャンペーンを通して英国中の教師と共に工学と物理学における若い女性の活発な参画を目指す活動を行っている。同時に英国内で行われている女性のステム参加キャンペーンの一部について的外れで高額な広告費の割に効果が不透明であるとの批判もしている。 ウェードは、ステムでの女性の活躍を推進するため、著名な女性学者に関するウィキペディアの記事の作成するキャンペーンに大きく貢献していることで知られている。2020年2月の段階では、900件以上の電気記事をウィキペディアで執筆した。ブラックホールの画像を初めて捉えた、イベントホライズンテレスコープチームのケイティバウマンの記事を、立行した際、特筆性がないとして、 削除依頼にかけられた。これを受けて、2019年4月12日、マリアム・ザリンガラム・トウェードが強調で、ワシントン・ポストにおいて、ブラックホールの写真は、女性の科学的内容の一例に過ぎないと題された。論説を発表し、英語版ウィキペディアにおいて、女性の科学者についての記事が、相対的に少なく、男性科学者の記事に比べ削除されやすいことを指摘し、 女性科学者の社会的評価の低さとの関連性を指摘した。ウェイドは現在までに物理学の分野とアウトリーチの分野で様々な賞を受賞している。2018年には、ネイチャーの選ぶ、科学で最も重要な10人のうちの1人に選ばれる。また、同年、ウィキメディアンオブザイヤーの仙台賞を受賞する。また、翌年には、 ウィキメディア財団のイギリスローカルチャプターのウィキメディアン、オブザイヤーを受賞する。2019年には科学におけるジェンダーの多様性への貢献を表して大英帝国勲章である大英帝国メダルを受賞する。若い女性にステム参加を促す広告でマニキュアや口紅の化学物質についての研究を進めるなどの広告も見られた。ウェードによると そのような広告を含めた女性の参画を促すキャンペーンに500から600万ポンドの予算が使われている。A. The Black Hole Photo is just a n example of Championing Women in Science. ありがとうございます。